松田学です。ニュース解説ということでですね、ちょっと今回、ちょっと変わったって言ったんですが、これもちょっと参考になるかなってことで取り上げたいのが、韓国系の、方がですね、アメリカの今ちょうど大統領選挙と一緒に合わせてですね、連邦議会選挙下院議員でですね当選したというニュースがあって、まあニュースというほどのことでもないかもしれませんが、ヤング・キムさんという方で、韓国名はキム・ヨンオクさんという方がですね、この、共和党の候補ということで、連邦下院議員に当選したと。で、実は民主党議員の現職を破ったということで、韓国系の方々の間ではちょっと話題になっているらしいんですね。で、実はこのアメリカの連邦議会議員にとしては、韓国系としては4人目の当選、もう4人いるということなんです、連邦議会にですね。で、今回の下院議員選挙には韓国系候補5人が立候補しているということなんですが、これで、4人目の当選と、この、韓国がですね、アメリカのいろんなところに進出をしてですね、結構従業員安保問題なんかでもいろいろと世論を強めて、ロビーストの活動も非常に活発でですね、米国社会に随分食い込んでいると、これはドイツでベルリンでもですね、従業員安保像の話があって、ドイツにも随分食い込んでいて、世界的にどんどんと食い込んでは、その国の世論に影響を与えているということは、我々にとっても大きな関心事なんですが、じゃあ日本はどうかというと、調べてみましたところですね、この一人連邦議会議員がいらっしゃいます、明治恵子博野さんという方で、日本で生まれて日本名が博野恵子さんという方なんですね。で、1947年生まれなんですけれども、ハワイ州の下院議員、ハワイ州の副知事、連邦下院議員を務めて、2013年からですね、連邦上院議員いらっしゃるんです。日本生まれの日系アメリカ人なんですけれども、この方はアメリカ史上 初のアジア系女性上院議員の方なんですね。ハワイ大学で心理学を学ばれて、ジョージタウン大学ローセンター法科大学院、を卒業されて、弁護士資格を取得した方なんですね。どうもですね、1955年にお母さんが酒乱で博打打ちの夫から逃れる形で3人の子供を連れてハワイに移住して、随分ハワイでは苦労されて お育ちになったという方で、一応所属は民主党の方になってます。こういう方が一人いらっしゃると、韓国の4人にはちょっとかないませんがですね、そういう状況なんです。で、今回実はこの取り上げたのは、アメリカ国内ではですね、アジア系が非常に勢いを増しているという背景が実はあります。で、これも今回の大統領選挙に何がしかの影響を与えているんじゃないかなというふうに思われるということで取り上げている事態なんですね。この米国アメリカの中のですね、アジア系の人口は2000年にはですね、1190万人だったのが、2015年にはですね、2040万人へと 72% 増加しています。で、これは他のエスニックグループと比較しても人口増加率第1位なんですね。第2位はヒスパニック系で 60% 増加していると、どんどんこの移民が増加しているんですね、アメリカはですね。で、この2055年にはヒスパニック系を抜き、米国内最大のエスニックグループとなることが予想されていると。これは笹川平和財団が今年の3月に出したレポートをご紹介しているんですけれどもですね、どうもそういう傾向があって、このアジア系がいずれ米国内で今よりも大きな影響力を持つことになるというふうに考えられています。で、各州の人口割合のうち、アジア系が最も多い州はカリフォルニア州、これはなんと 16% なんですね。その次がニュージャージー州 10%、 ネバダ州 10% というふうな形になってまして、このバージニア州とかネバダ州ではですね、この選挙結果を左右するほどの影響力を持っているという分析がなされています。で、ただこの留意すべきなのは、アジア系はどうも近年ですね、圧倒的に民主党支持者が多いと
ということなんです。で、歴史的にはかつて共和党支持者が多かったそうなんですが、オバマ政権の時にですね、このかなりこのエスニックマイノリティから、まあ、例えば LGBT だとかシングルマザーだとかそういった、まあ、雑多なグループを一つにまとめるということをですね、2012年の大統領選挙で成功したということなんですね。で、長らく共和党支持だったアジア系が当時多くが民主党支持に乗り換えたということなんですね。アジア系全体の 76% がオバマを支持したということなんです。そして2016年の大統領選挙ではこの時はトランプが勝ったんですが、このアジア系の方々の多くがヒラリー・クリントン支持したということで、アジア系が民主党の忠実な支持基盤になっているということなんですね。これちょっとアメリカの大きな傾向としてですね、アイデンティティ・ポリティクスというのが最近非常に強まっていると言われています。まあ、今回もトランプに対して民主党がかなり優勢だったというのもですね、この民主党がどちらかというと、まあ、左派と言われているところに基盤を持ってですね、アイデンティティつまり、まあ、少数派マイノリティとかそういうところの結束を強めるというところに非常に大きく食い込んでいるということがあるんですね。で、彼らはこの集票力でもあるいは資金を集めても、まあ、非常に組織的に行動するということで、まあ、経済よりもアイデンティティポリティクスが今や大統領選挙を左右するようになったということはですね、渡瀬裕也さんもこのチャンネルで発言したことがあったんですね。それをちょっと思い出すようなそういう情報なんですね、これはですね。じゃあ日本はどうしたらいいのかということなんですが、このアメリカでは日系以外のエスニックコミュニティのリーダーたちと十分な関係を築けていないということで、これからはですね、例えば従軍慰安婦問題もそうですけれども、例えば韓国系だとかそういったところと日本の日系の方々がもっと緊密なコミュニケーションを取れる関係を持った方がですね、日本に対する理解誤解を、消していくという意味でも重要なんではないかと、この笹川平和財団のレポートは指摘をしています。で、また衆議会議員ですね、これアジア系が衆議会では特に非常にこのアジア系の衆議会議員が増えているということがあるそうで、2012年には108名だった全米のアジア系衆議会議員の数は2019年には150人まで増加していると、108人から150人、これも結構大きな政治的影響力を持ちそうですね。で、州としてはハワイ州、カリフォルニア州での進出がアジア系が多いということです。全体としてアジア系の州議会議員数が増加する一方で、ここ数年共和党の州議会議員の数が随分減ってるらしいんですね。で、まあ、こういったことも、まあ、今回のトランプ大統領選挙にいろんな影響を与えたの可能性があるんじゃないかなという感じがいたします。ちなみにですね、今のこれは今回の連邦議会選挙の前のですね、状況なんですが、この連邦議会におけるアジア系議員の構成、上院が3人、下院が14人ということなんですね。アジア系ですね。で、まあ、島嶼島、太平洋の島嶼島も含むということで、まあ、日本、中国、フィリピン、インド、台湾、ベトナム、タイ、韓国、サモアといったところが出身地だっているということなんですね。ここから上院のについてはこの3人と言いましたが、この3人は全員が女性の民主党議員ということで、まあ、この中のお一人が先ほどご紹介した、まあ、日本の明治広野さんですが、その中のさらにもう一人が今回副大統領候補になった、ハリスですね、カマラ・ハリス上院議員、これインド系なんですね。まあ、インド系ということで、その実はこのインド系の存在というのは随分アメリカでは目立っているそうなんです。この2016年の時の大統領選と同時に実施された連邦議会選挙では、当選したアジア系のうち下院では4人中3人、上院では2人のうち1人がインド系だったということで、で、全体的にですね、このハリスさんもそうですけれども、アジア系米国人というのはですね、所得
が結構高いんですね。また教育のレベルも高いということで、教育とか所得面で白人をしのいでいるということなんですね。でアジア系の2人に1人は大学を卒業していて、白人はの場合は3割しか卒業してないということなんですね。それからの資金力があるので、この政党への関心も非常にアジア系の方々高いということなんですね。でもともとアジアの 人々っていうのは勤勉とか質素といった保守的なイメージがあって、共和党にこう向きそうな感じがするんですけれども、この今はもうアジア系議員は民主党が圧倒的という状況になっているということで、やはりアイデンティティポリティクスの影響も随分あるのかもしれません。まあいずれにしてもですね、この日本も、別にアメリカでこうやって、選挙に通らなきゃいけないというわけじゃありませんけれども、アメリカの動向を見る上でアジア系が非常に大きな影響を持ってきている、人口構成も非常に大きな、影響を持っていく中においてですね、こういった面にも目を向けながらですね、この世界と付き合っていくということも必要ではないかと、今回の大統領選挙等もちょっと絡む話なもんですから、話題として、この韓国の方が当選したという話を、解説いたしました。どうもありがとうございました。